さあ、エルミノマキンス。これはまだ、相手を刺す。まだ相手があんまり火力作れてなかった。生き延びます。が、ちょっと相手の火力が高い。後がないマッチ。この二人は、敗者復活なんで負けたら終了。これは掘れるか、ポポイ。ちょっと厳しい。ちょっと厳しい。みんなミスかな。ミスかな。ミスだろうな。01。ポポイの星リセットしとく予定だったかも。まあ。ちゃんと数えてくれる人がいるんで、関係ないでしょう。サミー、コロネ君が火力受け切って、カウンターのかな、ダッチ。カウンターが強い。強いけど、しっかり、ポポイも操作やってて、生き延びようとしているが、ちょっと、地形が悪い。大丈夫か、これ。エルミノも気にする。エルミノじゃなくて、ジェミノは勘違い。しかし、ゴロネ君も気にすしてる。Z の気にすから、ちょっとツモが噛み合わない。まあ、その間にポポイは完全復活。でもないけど、まあ、ある程度復活。さあ、ゴロネ君も地形は綺麗。まあ、生き延びたポポイ。ゴロネ君、ちょっともったいないことしてしまった。しかし、まあ、お気にす一つを、消化できたんで。お気に入り一つ分運を使いました。さて、ゴロネ君相手はね、この辺からね、生き延びたりするか、ちょっとくしゃみ。このくらいまで来ても、いつ抜いたりするから、精神的に来るよね。こう決めたやつ。さあ、ポポイを気にす。お気にす。大美濃があれば、大美濃で消して、OZO とか来たら、掘れたな。OZOJI とかで。結構掘れた。あ、いいんじゃないか。JL とかでよかったな。ゴキといえば抹茶バー。抹茶バーも赤くなってから消える。リアルでも。人間だから彼も。ゴロネ君のパフェからの平手。俺もよくやる形。しかしエルミのティースキンの屋根にしようと思ったら一個ずれた。しかしまあ問題なくリカバリー。ゴロネ君のリカバリー力。血の速さは一級品トップクラスに速いトップクラスに上手いその人の生命力はどこから来ているのか。さっき送った火力はどこへ消えてしまったのか。そんな錯覚疑問が湧いてくるような戦い方。さあ、ポポイが気持ちよく火力を送りまくっているが、それは相手から火力が来ないからである。相手から火力が来ないのは相手が相殺してるからってことで、させるわけじゃない。気持ちよく火力を出しているのにさせない。不思議な感覚。それになれなければ勝てない。しかし、ゴロニ君ちょっと穴柄が厳しそうに見えたが、下のテトリスまで掘り切って、さお互い総裁で、灰色が少ない地形になっていた。さあ、ここからはゴロネ君の火力と、ゴロネ君の地形が良すぎる。なんだあれは3連攻撃、15ライン一気に送られて、これは耐えられない。これは強い。0対3。今の地形はずるい。この前ツイッターで画像見た。
アレクサンドラが同じようなツイッターインスタ。千鳥講師。インテトリスが混じってる。今のは強い。さあ、ポコイも、テトリス T スピンダブルからのテトリス15ライン奥が耐えられている。やはり一瞬で送らないといけない。さあ、この J の置きミス痛い。J がなければ T スピンダブル。嫌なところで置きミス。しかしまだコンボで敵の攻撃を投票して消していく。ここ3試合全部なんとなくタイプが違う試合かな。今日見てる3試合全部タイプが違う。試合にはタイプというか国籍が違うのか、ここは日本人と日本人でやってるから、こう感情の入り方が違う。あー S のケミスっぽい。そこにゴロネ君のめちゃくちゃいい地形ダイスティーミーケーブにすることで下の穴を無駄にする。キーツミナブ打つがポポイがしっかりと相殺できている。ちょっと見ていなかったですけど、キーになってる。さあ、ポポイ先読みのキーツミナブルになっていた。さあ、これはゴロネ君がキーをカサカサして次のキースピンでうまく作っていく。さあ、ゴロネ君高いけど多分ツモが噛み合っている。あの辺でゆっくりのんびりしているゴロネ君はポリルートが見えているとき。ポリルートが見えてないときは、もう総裁待ってないで、とっとと掘ってしまわないと間に合わないので。上でゴロゴロしているときは、ポリルートが見えてる。さあ、ポポイの歩みの置きミスは、あー、ちょっと、大見のが痛い。2個目の置きミスが痛い。しかし、一応掘れてない。一応掘れてたけど、最後の置きミス。ピーノの置きミス。まあ、なくても多分火力が来てた。0対4。さあ、まだわからない。ユイメタルは5連勝から負けた過去がある。誰に負けたんだかわかんないけど。ユイメタルは5連勝から始まって負けた過去がある。さあ、ここで、ゴロネ君。勝負に出た。しかし、TVのノキミス。これはもったいない。これはもったいないぞ。これはお互い命拾い。お互い、ポポイが赤思う。ポポイが命拾い。しかし、ポポイまた、複雑な地形になっている。ラグでの残像もあって、違う、これ。これ、穴バラ厳しいね。これ、厳しい。しかし、ユイメタル側も、そこそこの穴バラかなんか、読みにくい地形があった。さあ、ポポイがまだ行っている。地形は、ポポイがちょっと高いんで、これは逆に高くて、火力に出せそうなポポイがちょっと有利だと思う。有利不利は地形の高さだけじゃないからな。あ、しかし、ゴロネ君もいい地形。あれは火力が出る。まだポポイも負けるような地形ではない。スモも、まだまだ相手が足りている。操作やって生き延びる。さあ、ちょっと今の、掘りづらい地形が、ポポイに来ている。ポポイの、君の脇ミスが、君の罪を誘発してる。あ、ゴロネ君は HK。ポポイは、HK とも言えないけども、まあ、安全地形。さあ、堅実な二人の戦い。一発攻撃を受けて、ポポイが、掘りを、したい。おっと、S ミノがあれば、あれはなんとなる。S ミノで、なんとかなる気にする。さあ、ゴロネ君側は火力 T スピンダブルを作って、持っていく。さあ、ポポイの地形がいいぞ。T スピンダブルを2発打って、ハイアップでこのコンボ。しかし、ゴロネ君には、もう、ゴロネ君に動じていない。さあ、T スピン2で、
バックトバックを突き出てトリスを打つ。さあ、ポポイがトップクエストを。ゴロネ君の地形がいい。カウンターが入ってくるが、そこに穴が、すり上がるとちょっと厳しい。ゴロネ君の火力が高い。ゴロネ君の火力が高い。これ勝ってもベスト4じゃないんですよね。これ勝ってもう一回勝つと、ベスト4かな。違うか？ん？もう、何回勝てばいいんだな。俺とヘボマイがベスト4確定したでしょ。ベスト3か、俺とヘボマイは。6かな。4じゃないと思うけど。敗者復活もう一人選別されるよな、多分。うん、俺とヘボマイはベスト3。あー、ポポイ最後、大きいミス。厳しい大きいミス。6対0。0対6、6連勝から入る。ユイメタル出来上がってる。先出来上がらせてしまったか。敗者側の計算がちょっと難しい。終わるのいつ頃なのわからない。10-0 の画像。いや、まあ、ゴロネ君の方がね、確かにね、圧倒的に強いと思うんだよな。この二人だと。俺ちょっとユイメタル信者だから。あー、デッド。ちょっとここに来て、ポポイの金ミスが増えてきた。さあ、そろそろ一本取らないと、やばい。悪夢が待っている。誰がこんな相手を敗者復活に送り込んだんだ。決勝でもあるんじゃない？ダブルエリミネーション以外は変わりないんじゃない？さあ、ゴロネ君火力が高い。なんてやつを敗者復活に送り込んだんだ。しかし、ポポイもいい積みをしているはずなんだが、お、ここで、お気にすからの、それをしっかり咎めていく。さあ、流れを断ち切りました。ここから、本番。コフルト勝ちはなくなったと。1対7。まだわからない。勝った、風呂。風呂勝ったんか。すごいな。あ、ポポイちょっと気にすらあったが、これは、カット解消。ゴロネ君地形が高い。ちょっと掘りづらそうに見えるが、めちゃくちゃコンボが続いている。ポイ側にちょっと穴まらがいったかな。まあ、気にせず掘って。地形は5分ぐらい。さあ、ゲーのお気にすら厳しい。早く操作やってたいよと。早く掘り切りたいよ。声が聞こえてくる。T2 のお気にすだろう。あ、そうすると歩みが乗らない。厳しい。ポポイ。もうポポイ側しか見ていない。一応、左しか見てない。思えば。さあ、ゴロネ君が流れを持っていかせない。やはりこの男、カウンターがないんだろうな。さあ、ポポイ側は、Z ミノは、先読み。先読みだったのか、先読みにしたのかは分かりませんが。
あ、ちょっとゴロネ君が厳しい。これ穴の位置的に厳しいぞ。掘れるのか。掘れるのか。いやー、これ、こういうところだよ。ヘイメタルのこういうところ。恐ろしい、本当に。もう上じゃん、勝てるじゃん。思いますよね。何列掘らなきゃいけなかったんですよ、あのチキンから。サーフィンを先読みのゴロネ君と、B を立てて使ったところ。中力が行き交う。どっちも直列。一つ前の試合も二つ前の試合も穴腹がどちらかにめちゃくちゃ行ってたんだけど、お互い結構直列を繰り合う試合になっている。さあ、ここでここが一本返して、2対8。まだわからない。まだわかりませんよ。まあ、ユイメタルは、その名の通り鋼のメンタルを持っているので。俺にって言っちゃった。一つ前の試合で大逆転勝利されたことはもう気にも留めていないだろうが、そういう隙をついていけるだろうか。すごい。さあ2対9。やはり強いユイメタル。これが優勝候補の力。敗者復活に行ってもまだ優勝するんじゃないかという気持ちにさせられる。これがユイメタル。本当にもう一回戦いたくないんだけど。さあ、これはボボイの火力が勝った。すごい火力。APM120 を叩き出す、ここで。見ていなかったが、カウンターがすごいのか。負けても勝っても当たりそう。ほんとそれ。出た、ユイメタルの OK 出ました。前回は OK 聞かなかったらしいけど、OK が出た。ユイメタル、もう一人のユイメタルと会話をしている。勇気かな。相棒と会話している。さあ火力を受けたが、まだ火力がいっぱい送られてきていたので、一発は総裁ユイメタル。ポポイは火力を受けてティスミンダブル打ったらいいところに火力が来た。これはランカンにもできるし、S を置けばティスミンダブルできる。さあ。有利なのはどっちだ？ゴロネ君がお気に刺した分、ポポイが有利だが、これはまだ総裁の余地がある。うまくティスミン作って総裁してくるね。びっくりする。何ね、この人。ポポイもティースピンダブルで操作やってて、ポリも余裕を持たせていく。さあ、今のドネテ前。左側のドネテが前。ティースピンダブルうまく作って火力を作ったが、ユイメタルも上からどんどん下へ掘り下げて、しかも火力突きで掘ってくる。火力突きの掘り。やっぱり、重要。技術が出てくるところ。まあ、ゴロネ君の方がやや地形が不利ですが。さあ、ポポイ、これは生きれない。火力が高すぎる。ユイメタル、火力が高すぎる。火力が高いのに防御力も高い。意味がわからない。演説。3対10。
サーボボイ T の懸垂体がしっかりと Z で解消できてない。ホリコンボで歩みのはないんで、連だけで操作ができる。惜しい。惜しいってか、危ない。危ない、このオフミス2個は。誘発されたオキミスじゃない。厳しい。3対11。だんだんと遠くなっていく勝利。小野くんは、半年ぐらい前にはもうこのぐらい強かった。さあ、パフェが飛んでくる。ポポイはパフェが嫌い。パフェが苦手。さあ、ゴロネ君地形が良すぎる。コンボを使って、あのバラを交えながら火力をどんどん送っていく。ビーメタルっていうのが現れてから、一年くらいしか経ってない気がするんだけど。もうちょっといるか。ほんとちょっと前までは、こんな負けるなって気がしなかったんだけど。最近はもう、あんま勝てるビジョンの方が見えない。この人とサブマさんのいる時期被ってないと思う。ということは。プレイスタイルが全然違う。さあ、ゲームメタル低い地形。もう一人で送って。オーケー。さあ、ポポイ下の方、ゴロ肉が高いけど一発で掘れる。ここにやってみるのお気に入りかな。どっちとも言えない地形。まだ上に振りはないな、この地形は。君の名は。さあ、ハリアップに入りました。久しぶりにだ。さあ、ポポイが堀からの火力を送っていく。穴バラが遅れたら嬉しい。穴バラはあんまりないが。さあ、ペプリスは貫通。イースピンダブルもは、ソースサインやったのが、この貫通。さあ、地形はゴロネ君が有利そう。ここ一発受けて、お、これはテトリス打った後のその J がちょっともったいない。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 いや、暗いんだが負ける。3対12。ハリアップであれだけ軽く送っても刺さってくれないユイメタル。勝ち方がわからない。どうやって勝つんだろうな。9本も差つけられたらもう。まあ、ポポイは GI と来てたら負けだった。さすがに無理だ。引きはポポイが有利に見えるか。ゲームの脳筋スから地形が崩れていくことはなかった。崩れなかった。まあ、ゴロミ君が中開けみたいな、ツモするというか、ブロックする。
ポポイがちょっと掘りにくそうだが、これはつも噛み合うか。噛み合っていない。ちょっと厳しい。アイミンを使わされて、総裁も当て損ねる。これは総裁も当てなきゃいけなかったが、ちょっとそんな余裕はなかった。3対13。強化パッチ。直前にバージョンアップしちゃったからな。あれが良くなかったか。さあ、パフェ。なんかめっちゃくちゃ飛んできたけど。パフェか？だいたいカウンターで送り返したけど、それも送り返される。カウンターもカウンター。カウンターをさらにカウンターで送り返す。ということで、だいぶ、よくわからない。どういうことだ。一発しのいで、いっぱい送ったのにいっぱい返ってきたっていうのは、絶望感というのは、計り知れないものがあるからな。お互いちょっと速攻で軽く作りにくい地形に見えたが、ポポイ側が軽く受けつつ、ドラクルー小梅くんも総裁しつつ低い地形に持っていく。なかなか死にそうになってもあと一発が足りないんだよね、この人相手になると。なぜか、おっと、ポポイの DT4 だが全部総裁。お疲れ様です。せっかく組んだのに、総裁お疲れ様です。さあ、ヨシヒロからのテトリス。しかし、あんまり食らっていない。あ、ゴロネ君の地形が乱れない。ポポイはここで気にしてしまう。しかし、ツモはいい。ツモはちょっと悪くなった。最後の、地面が積もれてたとしても、ちょっと難しい回転入れが必要。今の地形動いてたら、ちょっと、解説したい。さあ、ここで5連勝、ゴロネ君、マッチポイント、3対14。きついなぁ、これ。もちょパワーが足りていないのか。ゴロネ対策？この対策、ないなぁ。さあ、モッチョパワー、ゼット。3対15。4列で勝手に崩れる。はい、お疲れ様でした。ユイメタル。ユイメタル最強。ユイメタル最強。コロニ最強、コロニ最強。ということで。お疲れ様でした。これ敗者復活だよ。これが敗者復活なんだよな。お前戦いつやろうかな。
マいる？マイさんいる？多分俺とヘボマイの試合は、あ、書いてあるかな。Do you play this week schedule for next week besides? 多分寝た。来週？俺もできないから来週がいい。来週日曜にするか。来週日曜なら空いてるな。昼でいいな。2時3時ぐらいがいいな。モチベが有り余ってる皆様、お待たせしました。モチベが有り余ってるのは、そら負けた方やな。消化しきるんだろう。いやーやっぱ、ゴルネ君強いな。あれ見てて絶望感があるもん。推薦者側に感情移入する絶望感。完全にメタル恐怖症なるよな、あの戦い方は。なるんだよ。倒しても克服できないから。
血系恐怖症患者の詳しい情報。これは。え、もう。くそ。マジでね、ユーメタルは恐怖症になるから。延長するか悩んでるけど、残しておいた方がいいですか。間違えた。ここに K を置いても繋がらんかな。間違えた。恐怖症を克服しないと何回も戦ってるんで。しゃあないで負けてらんないよな。お前ので向こうもあいつ系恐怖症になってくれよ。ワンチャンあるよな。違う、そこじゃない。左だったな。コロネ君に恐怖の感情あるか。左じゃねえね、消さなきゃだったのか。まあ、鋼のメンタルだからな。ははさん恐怖症。人と実際やって倒して倒されてってやってるの楽しかった。危ねえ。
でもあの人の前世紀のセクプレの TPO3 時代、俺あんまセクプレできてなかったからさ、考えてないんだよ。母さんの友達っぽい人が、だけど、サウガさんは消えたっていうより、映ったって感じだし。母さんは完全に消えたよ。強っ。折れるつもりは何にも気やしねえ。強すぎるな。生き残るなぁ。違うって言いかない。あぶね。ちょっと待って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 。ああ、くそ。もうタイミング悪すぎるだろ今の。ひど。ひどいタイミングだな今の。
さん、こんなに強いのに、ブルザーズにはいないのか。受けようと思ったら全部穴からに落ちてきやがった。あーちょっとさあ、くそー、致命傷。ミルキは回線が悪いからね、やめたって。こういう本調子じゃない時に負ける人がいることで格付けが狂っていく。ああ。自体一振りに越された。モチベの塊かよ。しっかり全員操作を受けて安全に対戦を。すげえ操作に作るもんな。したけど、ちょっと無理。無理。身代わりは。ネクストと相談できてないとにしてるからな。
一回、部屋変えるか。やべえの見える。この人数でそれはやべえよ。やべえよ、やべえよ。おい、死ぬなよ。そこで死ぬなよ。そこで死ぬなよ。あのトイレ。じゃあちょっとお茶汲んでくるからトイレ終わったら。トイレ長くない？トイレの印象強い。確かによくトイレ行ってる気がする。次の延長はあります。散々の言われよう。いかタイトル変えなくて。なぜよ、疲れさせる。まさか待ってるとは。はい、おかえり。いきますよー。開幕4人戦は草でしょ。やっぱ強者は入室も早いんだな。
今のはパフェ飛ばしてくる人が悪いから。メグロッキ、うんち、あら。うんちの色してる。確かに。金を、金を割と。会話がトップクラスじゃない。入室できてこその強者だからな。うち綺麗な配信なんだけどな。なんか匂うな。臭いぞ、これは。気づいてしまった。全員6段。家メタル特段、特例で6段昇段させよう。もういいだろう。この人6段以外に参加される方が迷惑だろう。気づいてしまった。ゲームタル以外フレンドだったことに気づいてしまった。永久優勝者。ああ。なんだこの部屋。恐怖しかねえ、この部屋。そう、勝てる気しねえ。もう頼むよ、頼むぜ。なんでこんだけ戦ったのに5位なんだ。おかしくね。ちょっと一人だけ150超えてないんだけど、
トリオぐらいなら、あるだろう。かぶってるみたいな言い方やったんけど、いやむしろ俺他の人フレンドだったっけって感じ。ああ。俺フレンド自分から送った記憶がないからさ。忘れた。ちょっと頑張れるんだよ。そうだった。まっ帰ればよかった。あ、どう？あ！やばい。あー、ちょっと動いて動いて動いて。え、待って。一気に来るな、一気に来るな。ゆっくり来い。いいかー。4人。2分43で4位。半端ねえな。やべえな、この部屋。まず何より。こいつらのモチベがやばい。怖すぎる。クルーズで腱鞘炎ならんの音だけど、優しいコメントがあって今ほっこりしてるから。腱鞘炎も心配してくれる人がいるんだ。ほっこりしてるから。
アリーアップ入っても全然落ち着かないこの感じ。掘り方浮かばねえ。浮かばねえ。本気でやりすぎないかい、あんま痛くなる。手首痛めたことはないかな。危ねえ。ちゃんと今、操作やってたからね。こんな低い地形になっているにもかかわらず操作で、ちゃんと当ててるからね。勝ちたいよ。とりあえず人が減るまでは、そういう、生命、しがみついていこう。誰か格付けしたの？どういうこと？って何の話だ。うわあ、あーやっちゃった。やらかした。あー何それ、回転。速度でごまかす。待って、それはいかんでしょ。間に合った。生きた。一生できたー。ちゃんと降りると見えてから積んでるけど、あれ積まないで飾った方が安全だよな。あそこにミスったら死だもん。
むしろこんな部屋で、コンスタントに1位取れてるやつの方がおかしいから。6人でやろうぞ、ここは。普通誰でも事故るんだよ。なんで事故らねえやつがいるんだよ。検証にやな。あ、やべ。え、は？消えてね。くそー、今、ホールドできた？アイミンは。ホールドして生きれた？なんか、被ってるように見えたから、2から4番目が。消そうと思って T 置いたら消えないっていう進化とだった。母ちゃん入ってくる？なんで？寮に母ちゃん入ってきたらマジでビビるんだな。松田寝る時間よ。アイちゃん高校生。JK かな。JK の手じゃねえな。今まで心配しに来るな。どう考えても過保護。あやさんの積みがすごい軽く出そう。いやー、どっちが有利だこれ。ゴロネ君がちょっと有利か。あやさんから1ライン3ライン合計3ラインが勝ちでしょう。ジェイクボンはあれ、あいつ、同い年だっけ、あの人は。そんぐらいじゃなかった。俺ら世代ぐらいじゃなかったっけ。忘れた。何歳だ、あいつ。ユニメタルがゼロ勝の部屋。それ。さっきまでユニメタル恐怖症だなんだと、いろいろ好き勝手言われていたが、勝てない。それでも勝てない。でもなんか、理不尽な火力は来ないな。不思議と。多分誰かが食らってるんだろうけど、俺のところに来ないな。基本こういう部屋になると死ぬときって、だいたい序盤の理不尽すぎる超火力で死んでたと思うんだけど。ただ生命力なのかな。それ。理不尽な火力はないけど、いつまでもみんな生きてる。
入場。まだ二人ですか。やばそう。くそ。くそー。4 こんだけみんな火力あるのに全員100なかなかならないですね。毎試合誰かに100出てるし、100が3、4人はいつもいるか。150がそのぐらいいるから。ちょっと理不尽な感じで飛んできそう。真顔。この火力にはさすがの松井ムハムさんの真顔。みんな守りに行ってるから火力がアホみたいに出ることはないっていうか、そういうこともあるのか。これはいつもの気持ちを解くと味が出てくる。やべ。真顔常連の話。口数減ってきてる。その減ってるか。疲れてるんだよ。明日仕事っていう嫌なことを考えているんだよ。やだよー。仕事なんで、これ終わりか。これラストだな。もう一試合するか。もう一試合して終わろう。明日は昼から朝までなので。これ264。夏夢さん一生できるか。あれ？あれじゃないんだよな。あれじゃないんだよ。そういう部屋じゃねえから。そういう部屋じゃないから。はい、お疲れ様でした。また明日はできないから。
しかはできないんで、なんですか。あうー。許された。Yeah.